カルロス・フェルナンド・コーポランは、プエルトリコ・ハトレー出身のプロ野球選手。宇藤良だ。現在は、MLB のシカゴ・カブス参加に所属している。2001年の MLB ドラフトで、アナハイム・エンゼルスから29巡目指名されたが、フロリダ・ゲートウェイ大学へ進学した。2003年の MLB ドラフトで、ミルウォーキー・ブルワーズから12巡目指名され、6月4日に契約。 この年は、ルーキー級アリゾナリーグブルワーズとパイオニアリーグのルーキー級ヘレナブルワーズでプレー。2004年は A 級ベロイトスナッパーズで63試合に出場し、打率228.1本類が16打点1盗塁だった。2005年は A 級ウェストバージニアパワーで99試合に出場し、打率239.9本類が 38打点だった。2006年は A 級ブレバードカウンティー、マナティーズで86試合に出場し、打率270.3本塁が38打点だった。9月に A 級ハンツビルスターズへ昇格し、3試合に出場した。2007年は A 級ブレバードカウンティーで開幕を迎え、23試合に出場。打率 363.3本塁打、19打点の成績を残し、5月に AA 級ハンツビルへ昇格。AA 級ハンツビルでは56試合に出場し、打率201.2本塁打、24打点、1盗塁だった。2008年は AA 級ハンツビルで34試合に出場し、打率265.3本塁打、15打点、1盗塁だった。 7月にトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ昇格。トリプル A 級ナッシュビルでは26試合に出場し、打率230.3本塁打、12打点1盗塁だった。2009年はトリプル A 級ナッシュビルで開幕を迎え、8試合に出場後、4月30日にブルワーズとメジャー契約を結んだ。5月6日の新シ,シナティレッズ戦でメジャーデビュー。 8回裏から、保守の守備につき、9回表のメジャー初打席では、ポールやニッシュからサジェンダを記録した。その後は、出場機会がなく、5月14日に2番手保守のマイク・リベラが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級ナッシュビルへ降格した。降格後は、トリプル A 級ナッシュビルで21試合に出場したが、打率、156と振るわず、6月に、 A 級ブレバードをカウンティへ降格。7月にトリプル A 級ナッシュビルへ再昇格したが、8月21日にディーフとなりトリプル A 級ナッシュビルへ降格した。オフの11月9日に FA となった。2009年12月4日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2010年は参加のトリプル A 級入りの A シズで87試合に出場し、 打率290.12本類が50打点3盗塁だった。オフの11月6日に FA となった。2010年11月12日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。2011年は参加のトリプル a 級オクラホマシキレットホークスで22試合に出場後6月10日に3番手保守のロビンソンキャンセルと入れ替わる形で、 アストロズとメジャー契約を結んだ。その後は52試合に出場し、打率、188.11打点だった。オフの11月16日に40人枠を外れ、トリプル A 級オクラホマシティへ降格。11月29日に、アストロズとマイナー契約で再契約した。2012年は、トリプル A 級オクラホマシティで開幕を迎え、49試合に出場。 7月15日に、聖保守のジェイソン・カストロが、故障者リスト入りしたため、再び、アストロズとメジャー契約を結んだ。昇格後は18試合に出場したが、8月12日に、カストロが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級オクラホマシティへ降格。9月3日にメジャーへ再昇格。この年は27試合に出場し、打率、269.4本塁が、 13打点だった。2013年は自身初の開幕ロースター入りを果たした。この年はカストロに次ぐ2番手保守として64試合に出場。打率225.7本類が20打点だった。2014年も2番手保守として55試合に出場し、打率235.6本類が19打点だった。 2015年1月15日にアストロズと97万5000ドルの1年契約に合意した。しかし1月20日にコルビーラスムスの加入に伴いディーフとなった。2015年1月21日にアキーム・ボスティックとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。7月17日に左手親指の捻座で15日間の故障者リスト入り、 9月1日に復帰したが、シーズンオフに手術が必要となったため、ポストシーズンのロースターから外れ、10月21日に40人枠から外れトリプル A9 ラウンドロックエクスプレスに降格した。10月24日に FA となった。2016年1月25日、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2月3日に AAQ トレントンサンダーに配属された。2016年4月2日、金銭トレードでタンパベレーズに移籍し、AAAQ ダーラムブルズに配属された。5月20日に自由契約となった。2016年5月26日、マイアミマーリンズとマイナー契約を結び、AAAQ ニューオーリンズゼイファーズに配属された。8月2日に自由契約となった。 2017年1月9日、シカゴカブスとマイナー契約を結んだ。1月12日に、AAA 級アイオワカブスに配属された。ありがとうございます。